まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。はっ、いいのか？あんたは仲間が残ってる。対マンなんてしない方が有利だろう。ふん、俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。桐生さん、怠慢で勝負させてもらいますわ。ああ、さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、あっせんなよ、キリア。内藤にも勝った。大丈夫ですか？はあ、なんとかな。約束だ、尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ、俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな、もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、キリュウさんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。キリュウカズマ、俺はあんたみたいな男になりてえ。俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。桐生さんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの？バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよくわからんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんなよ。